中半夜、半夜がボールをもらいに行く、戻して鈴木のシュート、ポスト抜かれた。鈴木のシュート、キーパー1回当てたんですが体に当たってゴールに吸い込まれていきました。 FC 東京 U18 鈴木の先制ゴール、1対0、前半の19分です。前半31分、32分あたりです。